すべては皇帝陛下のご命令通りに進行しております。そうか。ところで、あの老いぼれどもはどうした？は、5人のマスターたちは現在身柄を拘束し、協力するよう説得を。甘いぞ、フラッド。お前は未だにかつての死に未練があるようだな。全員まとめて収容所に送るのだ。わしのこの計画に従う気になるまで頭を冷やしてやるがいい。フラッド、これからは5つの技の全てをお前が司るのだ。わかったな。はは。ガードたちの動きが慌ただしくなってきたと思わない？ああ、皇帝は一体何を始める気なんだ。イゼルハースに何が起こるのか、この世界がどうなってしまうのか、ディナ、私はこの目で確かめてくる。セリオス様、私は心配などいらん。すぐに戻る。留守は頼んだぞ。よし、行くぞ。
たんだ。一体何があったんだ。モンスターに追われているんです。お願いです、助けてください。よし、俺たちに任せな。
わっ、あいつすごい筋肉だな。まあ本当、強くて頼りになりそうな方だわ。ああいうのに限って見かけ倒しなんだよ。鉄仮面で顔が見えないのが残念だぜ。どうせ軟弱な顔なんだろうけどね。おい、お前、金返す。ほら、返すから話してくれ。すごい迫力だね。あんなの俺が本気になったらひとひねりだぜ。まあ、連動さんたら。なんだよお嬢さんよ、何か言いたそうじゃないか。ごめんなさい、私まだ乱闘さんが本気になったところを知らないみたいなので。フローラの方が上手だね。乱闘の負けだよ。さあ、こんなことをしてないで早く父上たちを探しに行この俺様だ。アトラスには関係ねえ。こいつやる気ん。よし、俺たちに勝てるとでも思ってるのか。待ってくだされ。やめるんじゃシンディ。シンディ、まさかこのデカブツがシンディって名前だって言うんじゃねえだろうな。その通りじゃが。どんなセンスしてやがるんだ、そんな名前つけやって。シンディは記憶喪失らしくて自分の名前以外何も覚えていないらしいのです。先日この村にさまよい込んできたので、わしの家で面倒を見ておるのです。なんかよくわかんないやつだな。ランドさん、そんな失礼なことを言ってはいけませんわ。それに名前のことだってこの方にとてもよく似合っていて可愛いですわ。なあお嬢さん、例えばよ、俺がフローラって名前だったらどう思う？可愛らしくていいと思いますわ。本気でそう思ってるのか。まあ、今日のところはわしに免じて許してやってくだされ。まあ別に怪我したわけじゃねえからいいけどよ。ありがとうございます。しかしシンディがわけもなく暴力を振るはずはないんですが、本当は気の優しい男なのです。シンディさんの記憶が早く戻るといいですわね。皆さんにはどうもご迷惑をおかけしました。それじゃあ。お前似てる。似てるって誰に似てるんだ。わからない。お前好き。シンディ、どうしたというのじゃ。シンディさんはきっとこう言いたいのよ。誰なのかはわからないけど、アトラス様はシンディさんが知っていた人に似ているって。どうでしょう、シンディさん。一緒に行く。行く？この人たちと一緒に行くというのか。好き。こう言っておりますが。こいつの面倒を見るってのか。そんな言い方したらかわいそうですわ。いつか記憶が戻るかもしれないし、何よりも頼りになりそうですわね、アトラス様。うん、僕は構わないけど。しょうがねえな。どうもありがとうございます。シンディ、お前がいなくなると寂しくなるが、そこまで思っているのなら仕方がない。体に気をつけるのじゃぞ。Thank you.
りここで見張っていて正解だったような。ああ、この前のやつよりも弱そうだから眠りたけなんかいらないだろう。よし、行くぞ。